じゃあ、次のセッションに行きたいと思います。で次はですね、ドットネットコア3自体のメモリ管理ということで会議室に発表してもらいます。よろしくお願いします。お願いします。マイクも入ってる。そのままでいいですか。はい、じゃあドットネットコア 3.0 自体のメモリ管理ということで、まず自己紹介です。こんな感じのアイコンでツイッターとかやってます。今名古屋大学の、修士1年で主にセキュリティの研究とかをしてます。ただなんか脆弱性を見つけても、セキュリティ研究にはならないので今ちょっとテーマに困ってます。でまた、まあなんかちょっと最近また C シャープをなかなかかけていなかったので最近 C シャープ欲が湧いてきていろいろと書いてるところです。ではまず、メモリ管理になんですが、まあ、言葉自体としっていうか、全体的な概念として C 言語とか C++ では基本的にプログラマーが手動で、メモリを管理してきました。まあ、MROC とか Free とか New とか Delete とかで無駄が少なくて、まあ、正しく使えば高速だったんですが、まあ、正しく使わないと遅かったりとか脆弱性の温床になり得ました。そして C シャープとか Java とか、まあ、最近の多くの言語はガベージコレクションで安全にメモリ、ね、自動的なメモリ管理がされています。で、まあ、プログラムに集中できて、まあ、最適化とか JIT によってそれなりのパフォーマンスも、得られているっていうのが現状です。じゃあなぜ今メモリ管理なのかっていうところなんですが、まず一つが用途の広がり、 C シャープの用途の広がりとしてPC よりもだいぶ厳しいパフォーマンス要件の環境が増えてきたっていうのがあります。さっきも、ボードとか、組み込み系の話もあったんですが他にも、まあ、スマホアプリのザマリンとかウェブも、ASP.NET はのサーバー側あとブレイザーいうのかなも、サーバー側と、クライアント側 で、ウェブアセンブリにコンパイルして動かすみたいなことも最近は、まあ、まだ確かそっち側はベータ版だったかな。まだベータに待ってないのまだです。なんか、それをまあとりあえず計画されてるってことで、まあ、やはりブラウザの要件は結構厳しいよ。あとは、C シャープユニティでかなり使われていて、特にこいつが 60fps のゲームでだと、1つのフレームが16ミリ秒ぐらいしかないので、まあうかうかしてるとあとすごいまあ、ぬるぬる動くアニメーションがまともに使えなくなってしまうっていうところが挙げられます。あとは、コンパイラを高速化したい、2015年頃に C シャープのコンパイラは完全に、C シャープ製になりました。でコンパイラの速度は、まあ、コンパイル自体もそうなんですがコード保管とかリファクタリングとかまで、芋づる式に影響してしまいますよっていうのがあります。で次のスライドが、まあ、ちょっと GC についてなんですがガベージコレクション、まあ、工夫はあるんですが、数ミリ秒から数百ミリ秒程度は、まあ、ストップザワールド時間を一時的に停止して作業を行う必要が、出てきます。まあ、特に、メモリコンパクションっていってメモリの空いてる、メモリを開放して空いた場所をこう詰め直すみたいな作業のところでやっぱり一時的にどうしても停止時間が出てしまいます。先ほど言ったユニティとかだと数百ミリも止まってしまうと、かなりパフォーマかなりその画面が一時的に止まってしまうのでユーザー の、まあ、快適性を損ねるねみたいな問題があります。まあ、あともう一つの問題として、競合の成長があります。最適化とか JIT 技術は相当競争が激しくて、まあ、Java 特に、まあ、Google とかが、まあ、Microsoft もそうなんですが JavaScript にガンガンお金をかけてめっちゃ頑張って、エンジンを開発しているので、まあ、変な C 言語のソース書くより JavaScript の方が早いみたいな事態が結構起こっています。でまた言語としても、まあ、書きやすい Python とか JavaScript 以外にまあ、パフォーマンス重視の Go とか Rust みたいな言語も流行っていて、まあ、その中で C シャープの生存戦略というかどういう方面で強みを生かしていくのかなっていうのは考えていかないといけません。その中で、まあ、パフォーマンスの向上の取り組みがずっとなされてきたんですが、まあ、最近、まあ、
3.0、2.1 とかそこら辺のぐらいからメモリをより強く意識してプログラマーが書けることが C シャープの強みの一つになっています。でこのスパンティっていうのが1個のキーワードです。スパンティと、っていうのが、まあ、領域の一部を指すことができるレフ構造体という新しい種類の構造体です。このスパンティはマネージ配列、まあ、システムアレイですと、あと文字列、そしてスタックメモリーとアンマネージメモリーみたいな、とにかくメモリであれば何でもさせるっていう、いう特殊な構造体です。で、まあ、ここには、まあ、実質ポインタとサイズを保持しています。で、まあ、このレフ構造体って何だっていうと、スタック上に存在することが保証された構造体です。まあ構造体は普通に、まあ、ローカル変数とかにある分には、まあスタック上にあるんですが、それ以外の、まあ、クラスとかフィールドになると、まあ、スタックからヒープに移動してしまいます。今回はそれをしたくないってことで、わざわざこのレフ構造体っていうのが新しく追加されました。まあ、それに伴って、まあ、ヒープに移る可能性のある、まあ、インターフェース、ボックスかアウェイトとかイールドキャプチャーなどにさまざまな制限が加えられています。まあ、ぶっちゃけ結構不便です。じゃあこれがあると何が嬉しいのかなっていうと、まあスパンのあるポイント、まあ従来は、ヒープ確保、例えば、まあサブストリングってやったら、新たにヒープメモリーが確保されて、そこに元のデータをこうガシャガシャガシャとコピーするっていう作業が起こっていました。まあ これが1回とか2回であれば全然いいんですが、これがまあループごとに何回も何回も繰り返されると、大量 にメモリ確保が起こってしまう。一方で、スパンを使うと、まあこんな感じで、ヒープを確保することもコピーも必要なくなって、この新たなエリアを指すことができるようになります。そして、まあ、現在のドットネットコア3とかでもだんだんそうなんですが、イントパースとかそういうものをはじめとして、さまざまなメソッドに、こいつを受け取るようなオーバーロードが追加されています。実際に、特に文字列関係ではかなり多くなっているので、まあ何か気になったものがあればぜひ見てみるといいと思います。で、まあ、メモリ状態の比較なんですが、まあ、例えば AA0001、AA0002 みたいな、文字列から、数字をこう取り出していくでパースしていくみたいなやつを、まあ、サブストリング、こっちはヒープのコピーが伴うやつです。で下の、スタックのみを、スパンを使ってスタックのみを使うようにしたやつで、メモリの状態を比較してみると、こいつがこの青いところがマネージヒープなんですが、まあ、こっちが確保して解放して確保して解放してっていうのを繰り返した結果、なんかギザ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 した、なんか変な状態になってます。一方でスタックの方は、マネージヒープは全く使っていないので、ずっと、青い表示は出ないまま、平坦に続いています。また、他のメリットとして、ヒープ確保と、他っていうか、まとめると、ヒープ確保とデータのコピーを大幅に減らせるので、まあ、特に暗号化系の処理とか、文字列の処理でかなり有利になります。まあ、結構、ウェブサーバーとかでは、文字列を処理することが多いので、ここら辺がボトルネックになっていた部分もあるんですが、これでかなり改善されるかなというところです。あとは、さまざまなメモリ領域をまとめて扱える。で例えば、構造体の一部とかアンマネージメモリーの一部を、イントパースに渡すことはできなかったので、せっかく、まあその受け取れるはずのものをいちいちコピーして文字列にしてトゥーストリングして送るみたいなことをガチャガチャ行っていたのを、まあ、今回のでかなりコピーを減らせると。また、ネイティブ運用にも、まあ、いろいろと便利になりますと。あともう一つ大きいのがスタックが使える、まあ、さっきからちょこちょこ言ってるんですが、ではスタックを使う、スタックアロック、
まあ、このスパンとかが出てくる .NET Core 以前にスタックアロック使ったことがあるよっていう方はあんまりいないですね。あ、以前昔は、スタックにメモリを、まあ、スタックアロックっていうのがヒープじゃなくてスタックにメモリを確保する、文法です。昔は、こいつは、ポインターで受ける必要があって、そのためにはアンセーフのコンテキストを使う必要がありました。で、大体の場合は、いや、アンセーフにするほしてポインター使うほどのこともないだろうってことでほとんど使われてこなかったんですが、 C シャープ 7.2 で、スパンで受けられるようになったので、なんか一躍脚光を浴びているっていう状態です。で、またポインターを使わないのでメモリ破壊とかを、まあ、ミスで起こしてしまうみたいなこともなくて安全に使えます。まあ、先ほどの GC ガベージコレクションはじゃあ遅いのかなっていうと、まあ、実際にはそこまで遅くはないですと。 .NET は世代別の GC っていうのを採用していて、まあ、最近できた小さいオブジェクトはこまめに開放して、で長い間いるやつはもうちょっと長くいるエリアに行ってみたいな感じで割と効率よく扱うことができています。それでもやっぱりこのギザギザの、まあ、開放とか確保とかを繰り返すのはノーコストではないです。じゃあなんで GC が必要になるかというと、Heap を使うからって話になるので、ここでスタックアロックが活躍します。まず、メモリ確保の利点としてメモリ確保のコストが安い。まあ、一応理論的にはスタックポインターを、まあ、ずらすだけ、ここが今、まあ、変数の場所ですよっていうのを下側にずらせば、スタックをのメモリを確保することができます。まあ、実際にはオーバーフローチェックが、スタックが足りてるかのチェックとか、あと、仕様では確保したメモリの中身は未定義って書いてあるんですが、どうやら実際には、ローカルズイニットっていう IL のフラグの関係でゼロ埋めされるっぽいです。なんかこれを埋めなくてもいいんじゃねみたいな、なんか属性をつけて埋めないようにしようぜみたいな提案もあったりするんですが、まだ当面は入らなさそうです。結構これがなくなるとさらに早くなるかもしれない。そうですね。確かに結構保守的にトラッキングをつけていくとやっぱりゴミが取りきれなくなってしまうっていうのはあるかもしれない。あとは、まあ、開放コスト自体はかなり安くて、関数を抜けるときに、まあ、スタックの位置を元のところに巻き戻すだけで終わるので、まあこれでまあ、こっちにさっき動かしたやつをガッと戻すだけなので本当にこっちはノーコストですね。なのでここで何が、まあ、GC がここでいて一切走らなくなるので、まあ、その先ほど言ったストップザワールド、一時的に時間を止めるみたいなことが必要なくなるっていうのが結構大きいです。ただ、まあ、注意点もあって、容量がかなり小さいってところです。1キロバイト以上はちょっと確保しない方がいいかなっていうのが、まあ、雰囲気。まあサイズが不明だったら、まあ、参考演算子で分岐して、スタックアロックと、1024以下ならスタックアロック、それより大きければニューバイトみたいなことも、文法的には許されてます。でこれもやはり、スパンで受けられるので、それによって処理自体 を分岐したりする必要はなくて同じようにバッファーを扱えば良いっていうのがまた、スパンのメリットの一つでもあります。また、解放はメソッドを抜けるタイミングであるっていうのは、ちょっと一回引っかかりかけて、例えばフォームの中でスタックアロックをこまめにしてたりすると、ここのスコープを抜けても、解放はされないので、まあ、こうしとくとスタックオーバーフローって表示されて、まあスタック、まあ、止まってしまいます。ただサイズが小さいと動いてしまうこともあるので気をつけないと、なんかでっかい入力が来た時だけスタックオーバーフローになる厄介なバグになってしまうかもしれないです。
体っていう制限あるの？クラスはダメです。これは構造体だけですね。一番最初に出た時はプリミティブ型しかダメで、うん、今なんかあの構造体を宣言するときにそれが構造、プリミティブ型だけで構成されている構造体ですよとかっていう宣言ができて、そのマーキングがあれば渡せるようになるわけです。あんまネージ制約が欲しいんでしたっけ。そうですね、やっぱこいつが他の参照とか持っちゃうと問題なので、結構レフ構造体は強い制約がついてます。でその制約を取り払ったのがメモリーってやつです。結構ちょっとここを、割と格闘したんですが、若干ドキュメントに負けてしまったのでちょっと容量が少ないかもしれないです。割となんかネットで調べてると、これのスパンの制約を取ったバージョンがメモリーとリードオンリーメモリーですみたいなことをちらっと紹介されている記事が多くて、もうちょっと詳しく確認してみようかなと思って、今回、取り上げました。レフ構造体ではないバージョンってことで、先ほど言ったレフ構造体の制約がないです。クラスとか通常の構造体のフィールドとして使用できます。またアウェイトとかイールドをまたいで使用できます。これは、特に非同期処理とかで使うときに便利かもしれません。ただやはり、多くの面で、制約が緩いので、スパンが持っているはずの多くのメリットが失われています。まず、スタックを指すことはできません。先ほど言った通りスタックは抜けると、消えてしまうので、それを、外に漏らさないためにスタックにもスパンもスタックにしか置けないっていう制約を設けていたので、それを取り払った結果スタックは指すことができなくなりました。また、メモリーからスパンへの変換というか取り出すことは可能なんですが、逆は不可能です。これは上の制約もあるから当然です。でまた、開放済みのアンマネージメモリとか別の場所で同時使用すると結構危険なことが起こります。なのでガイドラインに従って適切に運用する必要があります。で実際にここのガイドラインがあって、ここをどうにか膨らませようかなっていう計画でいたのですが、ここが結構なんか難しいというか、なんかあんまりまとまってなくて、はい、ということで一応見ていきます。まず、有効期限の管理という、なかなか C シャープでは見慣れない分野の概念がいろいろと導入されていきます。バッファでは複数のスレッドからアクセスされる可能性があるため、有効期限ライフサイクルを考慮する必要があります。マルチスレッドアクセスがぶっ壊れるとかそういうのはわかると思うんですが、あとは、メモリーを使い回すためにメモリーのプールから借りてきてそれをまた返すみたいなことをする場合があるので、他の処理が、自分用にとって、別の処理に 使うと、マルチスレッドでぶっ壊れなくても他の、処理が書き換えててぶっ壊れるみたいなことは起こり得ます。ということでそれを守るために、所有権オーナーシップと消費コンサンプションリースという概念を導入します。所有権オーナーシップっていうのが、バッファーインスタンスの所有者を表すものです。所有者は常に一つです。別のところに所有権の譲渡っていうことを行います。で、所有者はの、責任は何かっていうと、不要になったらそのバッファーを破棄しなきゃいけないっていう、そこの担当の者です。結構所有権っていうのが日本語だと権利っていうのに引っ張られて、なんかバッファーを使用する権利みたいに見えてしまうんですが、どっちかっていうと、管理義務の方を意識した方がいい言葉です。で、なんかラストとか C++ のムーブセマンティクスとかでは、結構出てくる概念で、これをが、重要になる言語もあります。
で、消費コンス、まあこれが役が消費でいいのかなっていうのはちょっとあるんですけど、まあバッファーインスタンスを読み取りとか書き込みで使うことを消費って言います。で、まあ消費する箇所をコンシューマー、消費者って呼んで、まあバッファーを同時に、バッファーは同時に一つのコンシューマーを用いますと。まあ要するに複数の使用者がいると、まあ同時アクセスが起こってしまうので、それを起こしたくないよっていうのが、消費の概念です。で、まあその所有の所有でき消費者になることができる時間の長さのことをリースって言います。まあ例えば消費者まず所有者ないっていうのもあって、まあ暗黙もしくは暗黙的な所有者みたいなことになるんですが、まあ割と当たり前のことしか言ってないんですが、まあ、ここで、配列をメモリーに受け取ります。そしてこれをライトメソッドを呼び出す と,、ここがライトがその間のコンシューマーになります。そして、そこから戻ってきてプリントを呼び出すと、今度はプリントが、このバッファーのコンシューマーになります。で、まあ、ライトはこの自分のメソッドの中でリースを持っているというのでこの間で、まあ、消費使用することができます。で割とここが、面白いんですが、まあ、iMemory Owner っていうインターフェースがあってこれが所有権を表すために使われますということで、まあ、メモリープール先ほど言った通り先ほどもちょっと言ったんですが、メモリーを、まあ、使い回すためですね。何回も先ほど言った通り確保して解放してを繰り返すとすごく遅くなってしまうので最初にガバッとメモリを取っておいてそこからメモリを貸し出してもらって使うみたいなことができるようになっているんですが、まあ、そこで、オーナーを受け取ったこのメインのメソッドがメモリの、まあ、明示的な所有者オーナーシップになります。オーナーになります。で、そこから、また先ほどとその後は先ほどと同じですね。メモリを、持ってる使ってる先が、コンシューマーになる。で、まあ、もうちょっと細かい規約があって、まあ、これは、所有権に関わらずっていうのもあるんですがまずが一般的な、メモリーとスパンの扱い方としてまずメモリーより可能な限りスパンを使う。で同期的な API では、まあ、スパンをで基本的には問題ないはずなので、スパンを使いましょう。で、メモリは先ほど言った通り、スパンをの取ることができるので、スパンでを受け取るメソッドはメモリの一部を使って呼び出すこともできます。そして、まあ、スタックの関係上汎用性も高いしパフォーマンスも高いと。でまたリードオンリーを極力使いましょう。これも、まあ、書き換えるかどうかがはっきり分かるので、便利ですね。例えばコンキャットとか、さっき使ったイントパースとかも、リードオンリースパンを受けるようになっています。これはここで受けたステラ0は書き換えられることがありません。で、こちらもステラ1も書き換えられることがありませんっていうのが分かるので、まあ、書き換えを心配しなくてもよいし書き換え不能なメモリーもここに渡すことができます。で、まあ、所有権に関わってくるのはここら辺からです。引数がメモリーで返り値がボイドならメソッド終了後に、メモリーインスタンスを使用してはいけませんよっていうルールです。まあ、例えばログはボイド、このこちらの左側は、ログがメソッドがボイド返すんですがタスクの中で、メッセージ、を使っちゃっていますと。なので、これはここの呼び出しが完了した時点で先ほど言ったリースっていう概念が終了しているのでこの中では使っちゃいけないよってことです。なのでもしかするとこの呼び出した時点でもうメッセージが別のものに使われてたりぶっ壊れてたりするかもしれません。まあ、いい例としては、コピーを使う、まあ、ここは toString ってやると、また独自にここでコピーが発生しちゃうんですけど、こいつなら安全に使えるよ。もしくは、タスクを返して非同期処理にするっていう方法、非同期のメソッドにするという方法もあります。これはい。
ダメな例の方のタスク .run のところに、はい、例えば、リードオンリーメモリーキャラ突っ込んであげて、メッセージを渡してあげれば、それは合法。ランの引数ですか。あ、そうですね。それ今、引数なしのアクション渡してると思うんですけど、はい、じゃなくて、ファンク渡してあげて、ランするときにメッセージを引数として渡してあげれば、このリースの概念が継続して合法になるのか、やっぱりそれは違法なのか。いや、これが結局、ここから抜けた瞬間に、もうそこは使うことができなくなるので、まあ、それはダメです。多分ラムダ、はい、キャプチャーした時点で同じことになる。そうですね。結局のところ、結局コピー、はい、同時にアクセスできない、アクセスしないっていうのがを守るルールためのルールなので、まあ、これを抜けて非同期で何かやってる時点で何が起こるかわからないっていうので、所有でこれはダメです。コンストラクションとリースっていうのは、はい、本当に説明のための考え方っていうだけで、はいはい、それに基づいて C シャープのコンパイラが何かその制約を課し自動的に課してくれる、あのエラーで検出してくれたりとか、そういうことするわけではない。それはしてくれないです。なので割とそう、これはリースは完全に概念ですね。なので割とこれちょっと見てて結構硬派なことを要求してくるなというのはこれを、はい、じゃあ、I read only link じゃないとか、I read only list とかあるじゃないですか。あれは、なんかその、なんていうのかな、オブジェクト指向でいうところの、その、なんか、イミュータブルを実現するために、あの、インターフェースがあると思っているんだけど、これなんか似てるけど、なんか そこで実現してるものは、なんか違ってるような気がしていて、そう、何が違うかっていうと、その、メモリーとかスパンが指している対象が触られないと言ってるけど、触られないことによって何のメリットがあるんですか。それはあの OB の世界で言えば、はい、そのイミュータブル性が実現できるという答えになるんだけど、こっちでは 何が実現されるの。 こちらリードオンリーってつけることですか。あメモリとスパンの場合 その、はいはいはい、読み取りだけが実現するっていう世界は、それによって何が実現するのか。ここの話ですか。ああそうそうそう、例えばストリング、普通の文字列はそもそも書き換えができないメモリに配置されているので、そこから作ったスパンはそもそも、リードオンリーでしか作れない。それがイミュータブル性を実現したいってことで、はい、まあ、そもそもあのドットネットの文字列は書き換えれないから、 まあそれは当然そうなるんだけど、じゃあ自分で作ったカスタムの型があって、そいつはなんか書き換え可能だったとした場合に、それでもなんかそのスパンとかメモリによってその一部だけを分割してそのなんかビューを提供するっていうシチュエーションがなんかあの事業をやりたいことがあるのかどうか、なんか どんな場合にそれがあるのかなとかいうのはちょっと、まあ、つまりいつでもスパンとかいつでもメモリでも別にいいんじゃないかって、その対象があの、はいはい、書き換え可能であれば、もうストリングはもちろんダメだと思う。まあ、どういう規則でっていうか、何かしたい場合にリードオンリーを選ばなきゃいけないのかっていうのがなんかよく分かんない。多分その C 言語であのコンストを引数につけるみたいな感じで、多分編集しないときはとにかくリードオンリーにしとけみたいな多分話だと思います。根本的にやっぱり書き換えられたくないバッファーもあるので、っていうのもあれだよね。 C プログラムのコンストだとシグネチャで縛ってコンパイラーがそれ検出してくれるけど、はいはい、リードオンリーの方の書き換えは検出してくれます。ああ直接のね。だけど、はい、なんかさっきあリースの概念があるか保証できないか。あそうリースは保証できない。リース保証できない。なのでこれを、ボイドに渡したのにあのボイドが勝手に中でなんか持ってて後から勝手に使うみたいな、これはダメな例ですが、コンパイルエラーにはなりませんし、ランタイムエラーにもならないです。もしかすると偶然うまく動くかもしれません。もやもやする。これをプログラマーに要求するのかっていうのはちょっと思いました。
これはあのラストとかだとこれをかな全部コンパイル時に検出し前倒しに検出して解放まで全部してくれるので、なんかそういう便利なものが導入されたのかなっていうのを考えてみたんですが、なかったです。わかりましたね。でまあ、追加として、まあ、これは貴族さんの非同期版で、タスクで返した場合は、まあ、完了失敗キャンセルまではメッセージを独占、メモリーを独占できますよ、ここでタス使ってるんですが、これはタスクを返しているので問題ありません。なので、はい、呼び出し側はなんで実質アウェイトとかするまでは使えない。これはあのあれじゃないですか、タスクランが直接返したタスクをそのまま返しているじゃないですか、はい、このログログメソッド。だからまあ、まあ安全っちゃ安全なんだけど、アウェイトした場合もそれ欲しいのかな。結構わかんない。これは多分保証できるようにガニプログラマーが気をつけてプログラムを書きましょうっていうルールだ。結局多分見てくれないです。なので。さらにコンストラクターとか、まあプロパティとかで、まあ、受け取るような場合はそいつのオブジェクト自体が、まあ、コンシューマーみたいになって、オブジェクトの、まあそうオブジェクトの例えばインスタンスメソッドとかは、コンシューマーになります。なので、まあ、渡したら実質的に、他のところからは扱うことができなくなるのかなっていうところですね。はい、ちなみにそのリースに反したりすると何か例外と多分飛ばしようがないですよね。いきなりクラッシュ、まあ偶然動くかもしれないですよね。多分マルチスレッドで扱った時とかと同じようにに多分今もマルチスレッドは基本的に偶然は動くと思うんですが、あとはまあここで渡した中で何か気がついたら書き換え、このパーソンクラスはメモリーを書き換えるみたいな処理が入っていたら、自分は 元のところで何か使ったらでパーソン何か呼び出したら勝手に書き換わってるみたいなことは起こりえますよねっていうのは。でさらに i メモリーオーナー、これが先ほど言った所有権の概念なんですが、受け取ったもの、受け取ったら破棄か所有権譲渡を行う必要があるという、まあ、概念です。でまあ、i メモリーオーナーを受け取るようなメソッドなんかがあればそれの所有権を受け取ることになります。まあこんな感じで、所有権はバトンみたいな感じでこうパーンと受け渡せますね。で受け渡した人はもうもこのバトンを持っている人は、まあ、所有権があるんですが、バトンを離してしまった人はもう所有権を使うことはできません。で一番最後に所有権を持った人が、まあ、ディスポーズ破棄をする必要があります。まあ、ディスポーズなので、まあ、最終的にもしし忘れてもいつか GC が回収してくれるとは思うんですが、まあディスポーズすることが期待されているので、これを忘れると、まあ、パフォーマンスが低下しますよってこと。先ほど言った通りメモリープールとかから、たくさん確保したやつからポンラもらってた場合は、まあ、メモリープールに戻されないのでディスポーズしないと、まあ、いつかプールが枯渇して、新たなメモリを確保しなきゃいけなくなったりして、効率がガクンと落ちます。でなんかそしてちょっとここのドキュメントが間違ってなんかメモリープールディスポーズを呼び出すみたいなことが書いてあるんですが、多分しばらく格闘した結果ドキュメントが間違ってるんかなっていう結論になりました。譲渡したコンポーネントがメモリープールディスポーズ、はいはい、なんか多分メモリープールのディスプメモリープールレントによって、どこだっけ、まあ、ここで、メモリープールから i メモリオーナーを受け取ることができるんで、まあ、関連したクラスではあるんですけど、 なんかドキュメントにはこいつ のディスポーズを呼び出さなければいけないみたいなことが書いてあって、多分メモリープールと i メモリオーナーを取り間違えて書いてあるのかなみたいなところなんでですが、多分これのあたりをしっかりと実装したクラスとか使ってる場所がないので、おそらく誰も気づいていないっていう、誰もこの概念を今のところちゃんと使ってないんじゃないかなっていう気がします。なのでまだちょっと
利用者として使うには早い概念かなっていうのもは、ちょっと今回読んでて思いました。で、まあ、一応9、10まで書いてあって、ここら辺は一応 プラットフォーム呼び出し、ネイティブ呼び出しの関連の規則で、まあ、イントポインタとか普通のポインタじゃなくて、スパン T とかメモリー T で引数を受け取ると汎用性があっていいよねみたいなことが書いてあります。ここはちょっと関係ないので一旦省略します。20分前でしたっけ。そうです。はい、じゃあ余りとして、まあ、他の低レイヤー技術についても、まあ、ついでに紹介します。まあ、先ほどなんかちらっと出たかもしれないんですが、アンマネージド型っていうのがちょっと明確にドキュメントに書かれるようになりました。アンマネージメモリーとで使う世界、まあ、C 言語とかの世界とメモリ配置が同じであるような方という多分認識でいいと思います。ブールは違いますね。まあブルもアンマネージメモリーアンマネージド型らしいです。そうですね、違いますね。デシブルなんだろう、これはちょっと、まあ、違うかもしれない。まあ、なんかもしかすなんとも言えない。多分少なくとも、ドットネットの参照とかが入ってなくて、メモリーの世界を考えることができる方ではあります。ブリッタブル型とも、そうなるとちょっと違うのかな。またちょっと考えてみます。で、C シャープ 7.3 から 8.0 から、だんだんとちょっと、もともとジェネリックに関する規制が若干あったんですが、余分な規制だったので今回緩和されています。で、アンマネージド制約がついてると嬉しいのがポインタが取れるよってことで、まあ、TARG っていうのがあると、こっちの元のはせいぜいステラ構造体ぐらいの制約が必要だったがギリギリだったんですが、これだとコンパイルエラーになります。でアンマネージドの方だ と直接ポインタが取れます。なんで、まあ、結局ポインタを使うのが早いっていうのが、人類の行き着いた結論で、なんかだんだんそこに落ちてきました。で、まあ、ポインタを使わなくてもメモリマーシャルっていうのがで結構便利なことがいろいろできます。もともと一応小細工するとバイト列を構造体にいろいろと変換できる手法があったにはあったんですが、まあ、今回もっと簡単にできるようになりました。バイナリーリーダーとかも、実質使わなくてよくなったかなと。多分バイナリーリーダー余分なことがいろいろあるので遅いんですが、これは早くちょっと今書いてる処理の一部、ちょっと個人で書いてる処理の一部なんですが、これはネイティブの、まあ、コムの方から取ってきた多分ネムの、まあ、H グローバル の S から、頭に、サイズ、配列の数があるので、こいつをメモリーマーシャル U イントで取り出して、でこれをちょっとずらして、まあ、ファイルデスクリプターっていう構造体に変換して、で、戻すということを、なんかかなり短く書けるよ、短くて、でほとんどこれ多分コストなし、見方をちょろっと変えてるだけでできるようになりました。でもっと危険なのが、アンセーフっていうのが追加されて、もう名前からして全く安全ではありません。なぜ、これポインターとかを使う場合はアンセーフコンテキストにする必要があるんですが、こいつはそういうのをすることをなしに、あこれは違うか、まあいいや、ポインターを参照型に無理やり差し替えたり、参照の種類 を無理やり別の型に変えたり、あと参照ポインターのごとく、ここにある参照をオフセット分ずらすみたいな、こんなことをしていいんかみたいな処理が、できるようになっています。もちろん安全ではありません。配列どうなんですかね。まあ結構レフ T 取って U を返すのが同じ T なんだよね。なんで結構ゴリゴリとその、まあ、ポインタとか、ネイティブ呼び出しをやるよりはマシだっていうのが一個あって、おそらく
あと下手すると IL あのコンパイラーとかをガリガリに最適化するときに MSIL を直接吐いたりとか、なんかさまざまな小細工をしていたので、それをなんか堂々と行えるようにしたいみたいな話があったっぽいですね。ちゃんとドットネットの全般的な知識がないと事故るので、基本的には使わない方がいいです。さらに今回ドットネットコア 3.0 にでついに、ハードウェアの独自命令が、にちゃんと追加されました。ちょっと 2.1 ではちょっとしか間に合わなかったんですが、CPU 独自命令をかけるようになりました。そしてつまり C シャープでもついにアセンブラプログラミングの時代がやってきました。まあ、これ何がしたいのかっていうと、アセンブラをガリガリ書きたいっていう話ではなくて、まあ、シムド一つの命令で複数のデータを処理するっていうのを、まあ、やりたいよねっていうのが、まあ、結構あります。 C 言語と C シャープの速度差が何が出るかっていうと、割とその専用命令をいかに吐けるかみたいなところがあって、まあ、インテルコンパイラーとかを使うと多分すごい綺麗なのを C 言語だと吐いてくれたりすると思うんですが、もともと C シャープの JIT ではちょっと限界があったなっていうところを、これでなんかプログラマーが頑張って対応しましょうっていうのができるようになっています。シムド命令を使うと、例えば、4つの、4バイト分とか、もっとか、まあ、256ビット分のデータをまとめて計算を行うみたいなことができるようになっています。例えば暗号とか画像処理、数値処理とかをするときに、まあ、かなり、早いことを早い調整ができます。まあ、Python の NumPy がめちゃくちゃ早いみたいな話があると思うんですが、それは C 言語でおそらくガリガリに頑張ってるからで、もしかす本当にガリガリに頑張れば C シャープでも似たようなものがネイティブで作れるかもしれません。まあ、ただ結構辛いので多分あんまりやらない。まあ、なんかそうなるとやっぱ C 言語でライブラリとか書けばいいのではみたいな発想もあるんですが、まあ、先ほどもちょっとあったんですが、 .NET で書くとランタイムが差異を吸収してくれるので、 Windows と Linux と Mac とスマホとさらに Web アセンブリーとっていうのを、まあ、ちょっとハードウェア命令とかは厳しいところは不可能な部分もあるんですが、ある程度は吸収してくれます。で、まあ、ネイティブ呼び出しのオーバーヘッドもありません。結構一括で処理すればいいんですが、細切れで呼び出していると結構、まあ、ループごとに毎回呼び出すみたいなことをすると結構、顕著に遅くなります。あとは、まあ、C とか C++ は脆弱性の温床だよねってことで、まあ、ちょっとセキュリティ業界だと、この C とかで書いてくれてると脆弱性が見つけやすくてすごい嬉しいんですけど、ね、なんかみんなメモリとか破壊してるんで C シャープだと破壊できないんで、ちょっとなかなか問題を作りにくい。あとはなんかラストで、最近ちょっと聞いたにラストで、ライブラリを作ってそれを C シャープから呼び出すみたいな話もあったので、もしかするとそういう道もあるのかもしれないですが、まあちょっとラストが書ける人が ラストでそれをやる気力のある人がどれぐらいいるかっていうのはちょっと疑問です。じゃあ最後にまとめとして、ドットネットコアは、まあ、十分に速い、そしてもっと速くなりますと。で、まあ スパンとか、スタックアロックはすぐに使えるような高速手段です。で、まあ、メモリとかシムドみたいな低レイヤー の理解活用は今後 C シャープの強みになっていけるかなと思います。ということで、以上です。しようかなと思ったんですけど、正直結構何が正しくて何が間違ってるのか分からなくてしんどいのは本当にこの概念自体がなんか今後として、今後ドットネットの概念として採用していくのかも含めてなんかよう分からないので、ちょっと恐ろしいですね。これはドットネットコアのソースですね。メンバー2つしかなかったっけ？2つだけだったはずです。そうだったか。あ、でもこれ制約が
品型は制約ついてないの？ああ、そうです。多分というと、例えばここにオブジェレフが、多分レフ構造体自体から制約が入るのかな。多分レここにレフがついてるとレフ構造体になるので、多分。ああ、なるほど、そういうこと。この倍率。例えばだけど、T が配列だとするじゃないですか。はい、じゃあ配列じゃなくて、T がオブジェレフで、はい、その確保した配列があって、要するに T の配列の一部をこのスパンで指し示したとするじゃないですか。そうすると、オブジェレフの配列だから、オブジェレフがいっぱい入ってて、その一部分だけがスパン T で指し示されていると、極端な話、なんかその元の配列の参照、誰も参照してないとすると、そうすると、そのスパンが見てる以外の部分って、なんか破棄可能って言えなくもないかなと思ってて、多分なんか、でも、そのなんか、その配列のインスタンス自体をフィールドでもし保持っていると、そうすると、そこからたどれるから、だからまあ、全体としてやっぱり破棄はしないのかなと思ってたら、なんかパッて見たら、あれ、なんかポインター取る長さしかないから。多分このバイリファレンスがなんかいい感じにやってくれてるっていうのがおそらくこれポインターとは違っていて、おそらくなんかいい感じに追跡してくれるやつ。なるほど。いや、ああいう通信で追跡するってどうしたらいいんだろうって考えて、なんかバイリファレンスなんかうまく作らないとダメなんだなってことが今の話でよくわかります。さっきのなんかあのアンセーフアズレフみたいなやつもポインターからあの参照に変えたりしても、なんか知らないけどうまく追跡してくれるらしい。それはなんか一応妄想はして今のところできるようにはなかった。これはね、ちょっとスパンはあんまりノータッチだったから今どうしてもいたらどう戻るに話して他あの質問どうですか、よろしいですか。はい、じゃあ、以上で終わります。